はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は PPSH41 ドラゴンオブピューリティを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。ほう、綺麗な桜色のね、鮮やかなドラゴンですな。まあ、白によく映えるね。でもってマガジンのところ模様も綺麗だし、可愛らしいから結構いいんじゃないこれ。でもってカスタムはこちら、いや出た、うわ待て機動性105、あと命中時と操作性を下げる。わあ、もう運営バカスタム、スピードバカスタム久しぶりに出たなこれ。しかも弾薬がすごい少ない。いやこれは厳しいな射程距離ももうそのままノーマルだしね。使ったことあるカスタムって、これストックの OWC スケルトンストックとリアグリップの強靭グリップテープぐらいだな。あとバレルはこれ知らないな、使ったことないと思う多分いやどうなんだろうこれ。まあまあまあ、でもね、ドラゴンピューリティのカスタムがこれなんでね、まあ、このままの運営カスタムでいきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。今回もチームメイトのピロットと戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はサミット、行ってみようぜということでね、この銃大丈夫かな。反動とか結構でかそうだし、ダメージがちっちゃいからね、近距離じゃないとあんまり与えられないんじゃない。あ、ここら辺の距離でヘッドで30か。あ、近くに敵来たね。この辺でちょっと試してみよう。あー、ダメージ胸が28ぐらい。あー、どうだ、結構やっぱダメージ小さいね。かなり接近して連射して倒すっていう方のがいいのかな。ここでヘッドショット30、あのくらいの距離を保たないといけないのか。ここはまあ30か。あれ、え、どっからやられた。ああ左にもう来てたのか。よし、まあ、気を取り直してもう一度グレネードを掘って、ああもうちょっと向こうで掘るべきだった。ちょっと手前すぎた。さあどこいる。あ、アイス引っかかった、ね、あ、なんだこっち敵いるな。よし、腰ダメで粉砕。ほんでもって、あーいるね、はい、直してでもってリロード。ここいないかい。あ、いない、撃ちまくったけどいないね。ん、どっちにいる。この中かな、入って右かな。あ、ピロはここでいてくれてるんだったら大丈夫だね。こっちから上がっていこう。よし、いたけど、はい、倒して、あーしまった。あ、こっちから回ったのか。そこにじゃあタイプ1級がいるってことだね。はい、倒した。あ、ディングはいるね。はい、ちょっと下がって、でもってアーマーを張って、あ、ここいない。はい、ディングを取り出す。おお、近づきすぎたのか。アーマー張ってたけどやられちゃった。さあここで撃っていきます。そう、はい、ディングを倒して、今タイプ1級チラッと見えたね。ちょ、撃ってきてるね。アイス放っといて、こっちに来ないか。あ、来たね。あ、でもこれタイプ1級じゃないね。はい、リロード。ちょっと降りてみようか。あ、あんなとこにいるのか。オッケーオッケー。じゃあちょっと放っといてグレネードを投げてみましょう。多分後ろから来ると思うんで。あー、1人倒せましたね。オッケーオッケー。カンコンカンコン言ってるけど、これ味方か。味方じゃないな、敵が下の方にいるな。あ、いたね、やっぱり。はい、倒して。ああ、そうか、ピローを狙いに来たんだな、後ろから。なるほどなるほど。お、撃ってるね。こっちはいない。あ、ピローは撃ってくれてるね。ということは階段のとこにいたのかな。はい、ラジコン出して。おお、やばいぞピロー、後ろから撃たれてる。おお、危ない危ない。ディンゴを倒して、みんな持って自分も入っていって。おお、いたね。だいたい2秒半ぐらいで全弾を打ち尽くす感じ。さあ向こうで撃って、あ、それロングショットつくんだもんな。自分が持ってるロングショットってもっと遠いとこなんだけど。倒して、あー、今度は左の方からやられちゃったよ。あ、ピロやられてたのか。あー、ピロ頑張ってたんだけどな、あそこで。まあまあいいや。さあアーマーを張ってからの、はい、これで倒していきましょう。うわー、火炎放射器でやられちゃったよ。いやー、まあ火炎放射器もちょっと耐えてくれないかなあれ銃弾だけなんだよな根本な。はい、倒して、あれディンゴだね多分ね。またタイプ1級がどっかここら辺で多分隠れてるぞ。あ、来たね、しびれを切らして。はい、倒して、はい、倒して、
ヘッドショット。この距離で33だもんね。ヘッドショットが。いや、厳しいわ、これは。もうちょっと射程伸ばした方がいいんじゃないかな。倒して。でも手リロード。さあ、ラジコンを出して。さあ、どこ止める？あそこか。OK。はい、撃って倒して。いや、4発キルだもんね。はい、グレネード掘って。おっと、セントリーガンがあるな。ちょっと厳しいか。セントリーどこら辺まで効くんだろう。この辺でも効くかい、セントリー。どうだい？あ、撃たれてるね。セントリーの範囲って結構広いような気がするな。前までこんなに広かったかな。まあいいや。はい、倒していって。でもって、自分のセントリーをじゃあここに置きましょう。これで左の方に入りにくくなったんで。うん、あとは右の方をちょっと注意すれば。ここに来て、あ、なんだ、敵かよ、どこから来た？オッケー、倒して、あのセントリーちょっと厄介だな、ここは届かないだ、あ、消えちゃった、セントリー。オッケー、じゃあリロードして、あ、カンコ行ってるね、どっち？あ、向こうに行ってるね、ああ、オッケー、オッケー、見つけた。はい、ジャンプで後ろから、はい、さようなら。あ、なんだい？あ、ピロが撃ってくれたのか、オッケー、オッケー、ナイス、ピロ。で、ここから、おお、向こうから来たよ。おっ、危ない。階段のところに隠れて、アーマーを張っての、リロード。後ろから撃たれてるね。アーマー外された。あ、間に合った。倒した。よかった。アーマー張ってなかったらやばかった。さあ、ここで、はい、倒して、オッケー。走ってる人狙うの苦手なんだよね。はい、倒して、腰止めのが当たんじゃねこれ。あれ、もしかすると。SMG 特有の AM より腰ダメの方があったやつ。はい、ヘッドショットで勝利。50-41 GG MVP いただきました。ありがとうございました。結構これは苦戦したな。この銃扱いにくかったね。もう右手の親指がかなりもうスマホの端まで下にふわーってやってたね。かなり跳ね上がります。はい、レートは89、ピノのレートが77でした。ありがとうございました。いいね、入れときましょう、ピノにもね。いや、かなりの反動あるな、連射しまくると厳しかったな。はい、相手の方にいいねを入れて戦績見ていきましょう。どうかな。28キル5です、4アシスト。ピノが16キル4です、1アシストでした。いや、まあまあ28キロ倒せればいいですよ。はい、どうだったでしょうか。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、 PPSH41 ドラゴンオブピューリティ、これ反動がやっぱ大きいですね。連射すればするほどこう上にはガーって上がっていって、しかもね、小刻みに横にこう動きながら多分上がっていってるような感じなんで、かなり右手の親指でこうグーって反動を制御しないと。もう上にギューって上がっていっちゃうんでね、結構厳しかったな。だからお腹とかを狙ってある程度ガーッて上がっていく反動を利用して、こうなんていうのかな、胸とかに当てていってもまあいいんじゃないかなと思うんですけど、根本ダメージが小さいんで、24だからヘッドショットが当たっても3発キルできないんですよね。だから AR のちょっとダメージの高いやつと近距離とかで撃っちゃうとなると結構厳しいですね。うん、中距離でも結構厳しいんじゃないかな。だからレッドドットサイト入れてちょっと見やすくするとか、あとはね、まあ、バレルとか、まあ、マガジンを交換してやっぱ使った方がいいかなって感じがしましたね。でもその辺もまあね、好みにもよると思うし、あとやっぱりこの機動性を生かしてね、キャラコンができる人はもうこのままね使ってもらっても多分うまくね使える方もいらっしゃると思うんでね、いいと思うんですけども、まあこの銃に関してはね、餃子パーティーっていうねイベントでこうもらえる銃なんで、もう皆さんもらってらっしゃる頃だと思うんでね、うん、ぜひねまた装備してね、ロードアウトに入れて使ってみてください。ではまた次回を待て。